照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。こう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。まずはカープの先発遠藤がマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。インサイド見送っています。まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。高め打ちました。これはどう？センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには中野。ここは送りバントで来るかもしれませんね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、ファウルになります。ここもファウルです。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。さあ3球目は何か。いい当たり、センターに抜ける。ホームに送球。カープさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には大山が入っています。さあピンチは続いています。まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。さあ初球は何か。ライト方向を流しました。これはどうだ。セカンド取った。ツーアウトになりました。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。カープなおもピンチです。打席には5番バッター佐藤。カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。初球打ち取って3アウトです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0、タイガース先制です。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは菊池。さあタイガースはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうか。取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？まあこれは守備が良すぎましたね。
バッターは2番に入っている野間。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番の秋山。カープ同点のランナーが出ています。マウンド上西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。まず何を投げてくるか。インサイド打ちます。ファーストの左抜けました。三塁へ送球する。カープチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあカープ一打同点のチャンスです。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはマクフォール入っています。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。外の球抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームする。センター前ヒット。これで3連打。打順は5番西川。チャンスが広がっています。さあカープ一打逆転のチャンスです。初球ストライク。低め打った。セカンドの右。二塁送球。二塁アウト。サードランナーホームイン。カープ同点。1対1。振り出しに戻りました。さあそしてバッターボックスにはデイビー入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。見送ってまずはストライクです。2球目は何で来るか。疾走気味でしたが空振りを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。改めてお聞きします。バッターボックスのデイビー、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、やはり一発が怖いですね。パワーを持ったバッターですよ。そうですか。ファウルです。これは見送ってボール。変化球打った。サード取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。1回終わりました。1対1。カープ同点に追いつきました。2回の表タイガースの攻撃。打順は6番森下。カープ同点で迎える2回です。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。
この低いボールは外れます。打ちました。菊池抑えてワンアウト。バッターは7番に入っている梅野。まずはワンアウトを取っています。インコース決まってストライク。危ない球です。打ちました。ショート取った。アウト。ツーアウト。打順は8番小畑。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。2球目打ちました。この当たりはどうか。ライン際落ちました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。2アウトランナー2塁。さあバッターボックスには先発の西が入ります。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。初球から際どいコースをついてきます。これが2球目。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。すぐに追い込みました。一二塁間、難しいバウンドを抑えて一塁アウト。これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるカープの攻撃。田中が打席に入ります。カープ同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。そうですね、やはり先頭が出ると得点の可能性がぐっと上がりますからね。そうですね。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ライト掴んでワンアウト。8番バッターはキャッチャー相澤。西まずは先頭バッターを打ち取っています。初球から行きました。さあ2球目は何か。ボールになります。
次が3球目。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。2アウトです。ピッチャーに打順が回って